はいどうも、秋田健です。今日短いんですが、とんでもない結末が待ってるので、ぜひ最後までご覧ください。この日はちょっと遡ります。2月11日発売、エアジョーダン4クラフト。記事によってはフォトンダストなんて呼ばれ方もしてましたが、これ狙ってた方多かったんじゃないでしょうか。超活かした AJ4、 リークで見て一目惚れでした。コラボモデルと言われてもそうだよねってうなずきそうないい配色&素材。グレーなんて何でも合いますからね。4の大きなデザインの特徴の一つ、パーツもヴィンテージ感漂うセールカラーで、オッホアコラボのカラーを思い出させます。素晴らしい配色。僕の記憶が確かなら今年一発目の4ですよね。今月はさらに24日にウィメンズですが、このカラーも出るので4が豊作です。でこの日はこの動画でご紹介したアディクトさんのイベント参加日でもあって、並びの途中でまずスニーカーズ一本勝負、結果はもちろん惨敗、もう慣れっこです。そしてその後に場所近かったのでアトモスブルーを表参道並びました。この時でも実はめっちゃ迷ってて、東京23通りかかった時に15人ぐらい並んでて、で普通なら AJ4 東京23でも抽選販売あるはずなんですが、この日はいくらアプリ見ても告知がなくて、なんで並んでるだろうって思ってて、これはもしかしたらあるのか、いやいやいや、でも告知もないし、並んでる人も4履いてる人もいれば全然違うの履いてる人もいて、バラバラでどれこも何もない無法地帯だったんですよ。仮にここに全てをかけて何もなかった時に心が砕け散るなと、心が壊れて元に戻らなくなるんじゃないかなって怖くなっちゃって、何もなかった時に確実に抽選があってチャンスがゼロじゃない、アトモスに並んどけばよかったなってなるのが本当に嫌で、アトモスに並びました。結果東京23なんかゲリラあったみたいですね。後で知ってちびりましたよ。まあそれも運命、アトモスで当てたらいいということで引きましたが撃沈。でもここで諦められない、諦めたらそこで終了ですよと安西先生の声が遠くから聞こえました。10時44分、まだ時間はあるということで、去年このフォンの時にビームスでゲリラあったんですよね。それ急に思い出して行くしかねえと走ったら、なんと案の定ビームス原宿に並びを発見、ゲリラ販売や。正確な数字分からなかったんですが、前に20人くらいいたんですけれども、これワンチャンあるでしょう。11時開店と同時に先頭の方が吸い込まれていきます。で出てくる方ビンゴ、続々と4を購入しております。頼む変えてくれと思ったらすぐなくなった、解散。いやー良くないですね、良くない、スケベ心出すのは良くないですよ。夢見ちゃったんだよ、夢なんて見なければね傷つかないのにさ、勝手に期待して予想通り並び合って予感的中なんて思い上がってですね、腹息荒げて目は血走って勘違いして帰るってなっちゃってね、スケベ心出したらいけませんよ。ということで私秋田県エアジョーダン4は購入できませんでした。買えた方おめでとうございます。今日の動画はここまでです。バイバイ。というのは嘘で、ゴッゴッテムの神様はいました。それから数日後、フラッと入ったナイキ原宿でパンダダンクとともに AJ4 まさかのゲリラリース遭遇。ナイキフィットでサイズ測って履けるマイサイないと買えない感じだったんですけど、無事マイサイありました。即ゴッテム。どうですかこの神展開、久々に脳汁ブシャーって出て興奮しましたね。スニーカーズ、アトモス、ビームス、東京23、スルーで4杯からのこれだったので、喜びもひとしお。これで枕を高くして眠れます。まさかの大どんでん返し。こういうミラクルが去年もそうでしたが、年に数回ありますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。実は2月絶好調で結構買えてるんで、他のスニーカーもぼちぼち紹介していきたいと思います。今日の動画はここまでです。この動画が良かった方はグッドボタン、いまいちだった方はバッドボタン、どっちでもいいので気軽にポチッとお願いいたします。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。